僕はサッカーに関わらず、いろんな仕事でも職場でも学校でも、やっぱり失敗っていう言葉は結構なキーワードだと思ってるんですよ、はい、何か嫌なことが起きた時にまさに全てが自分事だって捉えられるかどうか、うん、フェルナンドが聞いた言葉をお伝えしますね、うん、失敗をした数ほど夢に近づいていると思ってくださいという言葉です、はいはい、そういうこと。 J3 から、はい、今だと子供たちにもサッカーを教えておられるじゃないですか。なんでいろんなやっぱり人を見てきた中で J3、 それこそ J2、J1 とか、やっぱりそれぞれのカテゴリーであったりとか、子供たちでって考えた時に上まで行けるんだなっていうタイプと、やっぱりここで止まっちゃうかなっていうタイプとって多分結果って、まあ今の人生みんな終わってないんで止めるもんではないですけど、はい、やっぱり伸びるタイプと伸びないタイプってやっぱあると思うんですよね、うん、そうです。僕もたくさん修行生を受け入れて育てて今もいるんですけど、なんで、まあ、育てやすいって言ったらあれですけど、あまり多く言わなくていいタイプと、うん、やっぱりもう結構なことをたくさん言わないといけないタイプとってやっぱりいっぱいあるんですよね。それって何がどう違うのかなって、何があれば人って自ら育っていくのかなっていうのって何かあります？もともと指導者もやっていたんですよね、はい、で J リーグ界でその経験を使って今、まあ、週に1回だけ自分で運営しているスクールをしています、はいはい、僕のスクールには例えば小学生低学年から大人はもう30歳、20歳後半ぐらいですね、それぐらい会員さんがもう本当にいろんな世代の人たちが一緒に練習をしているんですよ。僕はサッカーに関わらず、いろんな仕事でも職場でも学校でも、やっぱり失敗っていう言葉は結構なキーワードだと思ってるんですよ、はい、やっぱりサッカーのフィールドの中でじゃあフォワードが、まあ、どんな J1、J2、J3 だったとしてもシュートを失敗しますよね、うん、その時にどういう振る舞いをするのか、じゃあミッドフィルダーはパスを通した時に失敗をする、ディフェンスが抜かれた時に失敗をする、この時にチーム自身がどういう声をかけていくのかっていうものがその組織を表していると思います、うん、なぜならじゃあフェルナンドでもアンドレスでもじゃあイサックにしても必ず誰でも失敗をしますよね、うん、メッシにしても僕らも一緒です。だから失敗を必ずするんだということを前提においていれば何も怖いものはないんです、はい、その中でチャレンジをできるっていう思いを子供たちやそういった人たちに伝え続ける。でも悲しいことに今の中では失敗したらおなんだお前は何なんだって言ってしまう人たちがいて、子供たちの考え方や夢や目標に向かう思いだったり、だって失敗をしなければ絶対に近づかない、はい、一つフェルナンドが言っていた言葉をお伝えしますね、うん、じゃあいろんなインタビューがその当時あります。もう毎日のようにいろんなメディアが彼に質問して、どうすればワールドカップ優勝、どうすればサッカー選手になれますかという質問が飛びます、はい、その時に一番最初に僕が残っている印象的な言葉は、失敗をした数ほど夢に近づいていると思ってくださいという言葉です、はいはい、これは僕らは分かっていると思っているけど意外と分かってないですよ、うん、だって失敗をしたらたまに僕だってああ失敗をした、ああちょっともう一回次チャレンジすることどうかなって考えてそこでストップをしてしまうのか、それともじゃあカテゴリーに関わらず選手にしても、じゃあ J3、 じゃあ J1 から J3 下のカテゴリーに落ちた選手がプロ的には失敗なわけですよね。カテゴリーが落ちて、うん、お給料が落ちる可能性もあるし、でもそこからもう一回這い上がって、僕は何人もJ3 から J1 に来ていきなり活躍したりとか、ね、それでビッグクラブに引き抜かれたとか、そういったたくさんの選手たちが見てきました、うん、だからその自分に対する失敗を謙虚に受け止めて、この場所では何をしなければいけないのかとか、そういったことを客観的に捉える力が必ず力になると思います。これは選手だけじゃなくて僕らも一緒だと思います。いやまさにそうだと思ってて、ただその、ね、失敗をまあ、まさによく言われる失敗は成功のもとだとか、そうです、失敗から学べっていう言葉とかはもう世の中に何ぼでも出てるし、そこが大事だってことは多分理解してる人間っていうか分かってる人間はいても、本当にそこから学ぶ人と、うん、あ大事なんだけどなーで終わってる人ってやっぱりその差がすごいあるなと思ってて、まさにその失敗から学べる人の根っこには何があって、うん、失敗をちょっと流してしまう、うん、次こそ大丈夫だみたいな感じで自分ごとというか、たまたま今回の失敗あったから
次は頑張ろうって思うだけっていうタイプ、本当に失敗の原因は何々で、これをああしてればこうしてればっていう、どこまで惚れるかっていうタイプの違いってやっぱ相当あるなと思ってて、本当に原因もっと分析して解決して次に本当に生かせるタイプっていうのは、何があるからそうなのかなっていうのがいまいちわかんない。今僕がしたそのキーワードはやっぱり自分ごとですね、どれだけ全ての物事を自分ごととして考えられるかっていうことだと思います、はい、単純な話、じゃあ子供たちがじゃあ何か、じゃあ授業でも何でもいいですよ、算数、国語、体育、何か自分が失敗した時に、ああ、あの子が自分を助けてくれなかったから、ああ、先生が説明してくれなかったから、必ず人のせいにしますよね、はい、そこから争いが起こる、でも考えていることというものは全て、ああ、自分ができたんじゃないかな、もっとこうすればよかったんじゃないかな、はい、っていう風に考えていきますよね。だから物事をチームでも一緒です。じゃあ僕はですね、昔その通訳をした時に、じゃあブラジル人やら何やら通訳をしますよね。じゃあブラジル人選手がじゃあレギュラーになる、ベンチに入る、じゃあベンチにも入らない、バックアップメンバーの外に入ってしまう。昔は僕はバックアップメンバーの外に入った選手がいた時に、ああなんだ、自分は通訳の仕事がない、そりゃそうですよね、メンバーの中で通訳も遠征にも行かないしベンチにも入らない、ああなんだ残念だな、チームなんか負ければいいのにって思っていた自分がいました。でもそれは年月を重ねてチームのためを思えば、それは明らかに間違っていたことです。本来であれば、もしブラジル人選手やそういった選手が出れない時に、もっと彼を頑張らせる、自分のことをもっと思いなさい、チームが考えていることを自分がもっと考えてできていますかっていうことを伝えられたんじゃないかなって、なぜなら僕がそういう思いでいたら彼らもそうなってしまいますよね、結局彼らは、ああ監督が使ってくれない、ああ選手が悪い、ああここは走れない、ああブラジルと違う、言い訳ばかりをして日本を離れることになってしまう選手を、実際にそういうことをたくさん見てきました、だから世の中もそうなっています。必ずじゃあ何か失敗をしてできなかった時に、自分にやっぱり矢印を向けて、自分がこういった思いでどういうふうに聞いたアドバイスを受け止めて、どうやってアウトプットをして、次はどういうふうに修正をしてっていうふうに思える、やはりこのオープンな心ですよね、聞く耳を持つっていうことも必要なんじゃないかな。いや今の話すごいいいなと思いますね、あんまり通訳なのにまさに言葉をそのまま通訳するんじゃなくて、通訳のできることの最大化されてるなって今話聞いてて思ったんですけど、はい、まさにその選手の人生に寄り添えるポジションにいるからこそ、通訳だけじゃなくてその選手が活躍するっていうところが本来のチームの目的でもあり、はい、彼の目的でもあるっていうところを、通訳というポジションから何ができるかっていう考えはされてたんで、それが全て自分ごとだなと思って、はい、僕もまさにラーメン屋、旗から見るとですよ、自分ラーメン屋と思ってないんですけど、はい、旗から見るとラーメン屋だから、お客さんはラーメン食べさせてくれて、美味しいラーメン食べれて満足で終わり、でお客さん自体は多分本来は満足なはずなんですけど、僕満足じゃないですよ全然、やっぱりラーメン食べに来てもらって、まさに夢を語れっていう名前でやらせてもらってるんですけど、夢に対して少しでも意識をしてもらえるお店にしたいなと思ってるんで、あの店食べに行ってラーメンめちゃくちゃ美味しかったよな、で終わりじゃなくて、なんか店員さん夢語ってたよねとか、あそこに夢書いてたねとか、なんか知らんけど書いてしまったけど、あの夢ちょっと気になるなとか、なんかそんな感じで夢を意識するきっかけになれたらなっていつも思ってるんで、で何やかって言われたら、やっぱ夢を意識できる場所提供業みたいな、うん、そういうとこやっぱ目指してるんで、だから美味しいラーメンは当たり前っていう、まさに通訳で言うと、その選手の言葉を通訳するのはもう最低限当たり前っていう、その上で、その本当のみんなが求めるゴールをどうやったら達成できるかっていう、そうですね、その視点ってやっぱすごい大事だな。もちろんですね、なんでまさにサッカーされてる子たちでも、サッカーして楽しいが最初のスタートかももちろんしてないですけど、楽しいを続けていくと、やっぱり人間って欲がちゃんと出てくるもんで、もっと上手になりたいと、その欲をやっぱりどんどん叶えていくと、最中でどんどん上手になっていくと、
やっぱり違うなんか問題もやっぱり出てくるんで、この練習はしたくないっていう自我が生まれてきたりとか、あの選手からこれをしてほしいって要求が生まれたりとか、そうすることはまずチームプレーなんでね、サッカーはチームの競技なんで、やっぱりそれぞれのもんぶつかるものも出てくるっていう、その何か嫌なことが起きた時にまさに全てが自分ごとだって捉えられるかどうか、なんだったらあの選手が失敗したのは自分のせいだっていう、あの選手が頑張って練習しないのすら自分のせいだ、そうです、全て自分ごとで考えれた人間だけが僕は成長できるっていう、間違いないですね。でそれを本当に思える人間って直接結果は出せないかもしれないですね、ああなってほしいとか、これがこうなってほしいって自分が影響を及ぼせないところに対して直接結果は作れないかもしれないけども、俺がこれをやれるようになったらとかっていう仮説をと立てながら、ひたすらやっぱり自分の成長をちゃんと考えれる人間は、最終的に何周回って彼らに影響を与えるかわからんけど、最終的にちゃんと影響を与えてんだよねっていう、例えば僕がサッカーやってたとしたら、僕が一流プレイヤーになったとしたら、あの時一緒に J3 でやってたあいつは今世界で活躍してる、やっぱサッカーでは追いつけへんけど、俺も違う道でもっと頑張ってみようかなみたいな、そういう影響が与えられたりとかしていくっていうのは絶対あると思ってるんで、まあ、話ちょっと飛んでるように見えるけど、自分ごととして考える、自分の成長をひたすら考えるっていうのがやっぱりめちゃくちゃ大事なんだろうなって今話聞いてて思いました。どうやったらでもその自分ごとで考えれる人って増やせるのかなっていうか、やっぱ他人軸であいつのせいでとか、世の中のせいでって思ってる人が、どういうきっかけで自分が全部原因あるんだよねとか、自分が変わりさえすれば世のなんか物事うまくいくようになるんじゃないのかなって考えれるように、どうやったらなるんですかねっていう。僕はですね、23歳で大学のスペイン語学科に入って、で本当にもう飢えていました。そして喜びに満ち溢れていて、じゃああの4年生で学校に行けなくなった少年が23歳でみんなと机を並べて、外国語学部っていうのは大きな行動よりも小さな本当に高校とか中学校みたいな少人数制で勉強するんですよ、非常に厳しいです。遅刻をする、じゃあ得点が取れないってなれば普通に落第もあります、その中で貪欲に勉強を始めたんです。そうすると何が起こったと思いますか？僕はエゴイスティックになりました。僕は逆に、じゃあどれだけスペイン語の単語を知ってればいい、どれだけ話せるようになればいい、この4年間をどれだけスペイン語ポルトガル語できるようになればいいということだけを最初の考え始めてしまったんです。ある日僕は、じゃあ月曜から金曜まで、じゃあ大学でキャンバス勉強して、土日はいつも家で、じゃあ予習復習は最高の時間だな、自分の好きなことができるな、っていうふうにもう自分のことだけに時間を使っていたんです。ある日ですね、母が、今パソコンを使いたいの、でお母さんはパソコンが得意ではなかった、教えてくれない？で僕はもう忙しかったから、いろんなたくさんの科目を取ってたから忙しくて、いやそんなの自分でやってくれよ、できないよ。母は悲しみました。もう多分泣いたと思います。いや、なんでそんなこと言うの、私はこれがやりたいの、やりたいからあなたに教えてもらいたかった。でも僕はその時間違いなくエゴイスティックな人間になっていました。あまりにも自分を追い込みすぎて、あれだけの過去で苦労して学校に行けなかった、だから今やらなければいけないという思いだけで動いていました。でもそういった中でまだ他人のことを考えられるだけの余裕が23歳にしてもまだ僕にはなかったんです、心の中では、本当は、でも J リーグ界に入って、じゃあ通訳という、いわ言葉を訳すプロの人間として契約を勝ち取って、じゃあ対価をいただく、じゃあ僕は最初こう考えていました。選手の横にいたり、じゃあいつも選手のそばにいて、じゃあ言葉を訳す、それだけで仕事だと思っていました。でも傍から見たらそれはチームの力になっていなかったかもしれません。いろんな失敗をして、いろいろアウトになったとか言いましたよね。それはいろんなタイミングが合わずチームを離れることになって、富山という J3 の下のカテゴリーに行ったんです。その時に僕は本当に多くを学びました。なぜならその場所では僕は通訳以外のこともたくさんやらなければいけなかった、言いましたよね、ボールを運んだり空気を入れたり水のボトルをやったり、ではじゃあ一緒に声を出して盛り上げたオーガナイズもやる。その時に本当に僕を助けてくれた監督が僕に言ったんですよ。どうも、
いいかって。海外で仕事をしてきた人間はな、自分の専門性のことしかやりたがらない傾向にあるんだって、うんうん、でも日本は違うぞって。日本はちゃんとお願いされたことをやりなさい、そうした方が絶対にいい、組織はそうなってる日本はっていうことを僕に言ってくれたんです、はい、僕のメンタリティは変わり始めましたよ。もう何でも、あ、やります、トモやってくれるか、あ、もちろんです。それはできるできないじゃなくて、その姿勢を見せるようになったんですね。そうすると何が起こると思いますか？周りの人たちが僕のそばに寄ってきます、はい、あ、トモは何でも聞いてくれる、トモはやろうとしてくれる、一緒にやろうとしてくれる、その思いで、その学んだことを持って J1 のクラブに行ったんです、うん、いきなり下のカテゴリーからいきなり上の J1 に行ったんですよ、サガン鳥栖。初めてそのスタークルームに入った時に、スタッフの数は J3 の倍ぐらいいました、はい、もちろんですよね、お金もあるし、うん、監督、セカンドコーチ、サードコーチ、アシスタントコーチ、通訳も4人ぐらいいる、キットもない2人3人いる、トレーナーさんの数も多い。僕はそのスタークルームに入った時に、いや、これは絶対にいける、絶対にみんなでやればいい結果が出せるって思いました、うん、だってその自分の役職以外のことをみんなでやったら絶対に素晴らしい組織になると思ったから。でも現実は、例えばじゃあ分析の人だったら分析、まあこれは例ですけどね、自分の役職だけをやる動きになってしまったから物事はうまく進みませんでした。僕はその時のスタッフに一番言われました。その時の監督にも言われました。朝行った時にスタッフルームで、おう待ってくれ、みんな友のようにやってくれって、頼む、友のようにやってくれ。それは一人目の監督、二人目の監督とも同じことを言ってくれました。友が一番仕事ができるなって。僕はその意味は あまり分かりませんでした。なぜなら自分が学んできたことをただ単にチームのためにやってただけだから、全力で毎日。そういったことが僕を自分ごとからを考える人間から他人のことを考えて、そして自分を際立たせるっていう考え方に間違いなくつなげてくれたんです、はい、いや、いい経験されてますね。どうです。いや、いいです。いや、うちも修行生に一番最初に求めることは挨拶だって言ってて、はい、でしかもその挨拶っていうのは、はい、喜んでって。ああ、素晴らしいです。それが全ての基本にあるっていう伝え方を、成長の一番最初に大事なのは、何事も頼まれたことをはい、喜んでってすぐに言えることが一番最初だっていうふうにしてやってるんで、すごいそこを通じるところあるなって思いました。本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。とんでもないです。自分が親になるんだと思った時に、やっぱり自分が一番夢を持ち続けようと思ったんです、はいはいはい、こんなことしたくないっていうウォントもあるし、うんうんうん、こんな風になりたいっていうウォントも、うんうん、その全てを経験できる環境っていうのを常に提供することが、うんうん、なんか教育者のやるべきことかなと思って、うんうん、フェルナンドは言いました。なんで日本人若い選手たちはいつもサッカーのことを考えてるんだって、うん。